あ、でこっちへぇ、こっちやん。うん、実にも射程に進路が足回す、あ、いや、ちょっと案内してこっち一回行った方がいいのか。いや、案内してから直接駅のあれに行ったらいいはずや。多分こっちでいいはずや。本人じゃない、野生の感じかんだ。あれ、あ、でそう、天神川料理乗り換え、乗り換えをするっていうよりは改札に用事がある。なんかその登録をしとかないといけませんからね。で、その登録をしてしまえば今から市バスは乗り放題で行けますから、明日の夕方まで。市バス乗り放題の時はどこかしらに行けますからね。よし、この作戦です。行こう。どこでできるんだ案内は。なんか券売機で、あ、これか、券売機で、あ、これや、IC ポイントサービス対応、これでいいんだ。この IC ポイントサービスっていうやつの、あ、これだ。このなんか、モエコっていう。これのやつを、よいしょ。これで、なんだっけ、利用、あ、これか、利用登録か。どうしますよと。で、カード入れと、お、出てきた、出てきた。これで、まあ、個人情報も悪めやけど。よいしょー。あ、これで OK。そうすると、ここに地下鉄の1日券ってあって、1100円やったっけ？フリーピック。どっかに書いてあったっけ。あったね。地下鉄1日券800円で、地下鉄バス1日券1100円。で、正直地下鉄だけだと全部、網羅するのが難しいんで。ってことをね、考える、鑑みて。地下鉄の、バスの1100円って考えると、明日のこと考えるとね、今から使うとちょっとも損な気分になっちゃうところですけど、これがスクショにしとこうかな。あ、そうだ、カードいるんだ。すっげえアナログなやり方。こんな感じでなんかモイポっていうのサービスがあるらしいんですよ。で、モバイルとかタイプは一緒なんですけど、普通のイクパとピタパを持ってる、まあ地元の人向けですね、市民の方向けのやつなんですけど、沿線民ってことで、このイクパを持ってる人は対象ってことで、実は私も対象ってことなんで、このまま利用登録をして、登録をした後にさっきのあの、券売機の作業をしてね、で、利用者登録はもうしてあるんで、そこからログインをしたとか、で、これにログインするのにね、カードがいるんですよ。これね、京都駅とかでは無理や。で、ここで、303だって、ログインをすると。するとこんな感じで入れて、ポイント紹介。まだね、使ってないから0ポイントになってますけど、これでなんかその特定のポイントが貯まるようになります。で、もう一つのサービスで、この1日券サービスですね。で、これ1日乗車券と何が違うのかっていうと、こっちは利用登録開始から
24時間有効ってことなんで、1泊2日で次の日、明日の朝とかね、ですから今から15時34分に登録したら、明日の15時34分まで、1日やつと一緒のやつでいけるらしいです。ちなみに今はまだバスの IC チケットがありますけど、今回は地下鉄も使いますからね、この後。地下鉄 IC バスにします。で、バスの方はもうなくなっちゃうらしいです。バスの一日乗車券がなくなるのに合わせて、もうサービス終了するらしいんで。とはいえ、これで十分便利ですからね。利用開始が、10月になったけど、12月の、今日9日この日、開始時間が、15時40分から来ておけばいいかな。40分から来ておくか。で、登録内容確認。そうすると、12月9日15時40分から、この24時間チケットに、今のイコカが早変わりするらしいです。これで操作完了ってなってるね。そう、これで1100円で乗り放題になりますと。だから実質1100円。なんか実際には引かれるらしいんで、チャージはしとかないといけませんと。それだけ、気をつけてくださいということですね。ですので、これで12月10日の15時39分まで。それで、ゴミ画質でやっておける。こんな感じね。15時39分まで対処できますよと。スクショ取りゃいいんだ。よし、これで OK。 これがね、バスも乗り放題になるから、多分バスでニグデラの方に行けるはずなんだよな。バス乗り場は、あれ、上に登って行こう。ちょっと取り入っていこう。わー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 。へー。さあ、また上まで登ってきましたけど、どれでいいんだったっけ。嵐山方面はダメ、嵐山方面じゃダメ。これかな、市場烏丸方面。それで見たらいいか。バスはなんかちょっと、市バスは全然問題なく行けるんやけど、何だったっけな。あ、そうだ、市営地下鉄市バスと、京都バスで、京阪バスと JR 西日本、あ、西日本 JR バスか。これが、時期の、1日乗車券だと対象なんですけど、こっちが対象じゃねえと。これだけちょっと気をつけないといけないということですね。まあまあ、もともとがその市民の人向けに作ってるやつなんで、まあ、地元の人がね、はこの辺りは勝手が分かるということで、いいってことなのかな。ちなみにこれが、10月1日から始まったらしいですね。結構新しいサービスなんだ。あ、こんな感じでね、こんな、これかな、ポイントを付与しますよって、超過した分をポイントで、変換しますって形らしいです。だからチャージは多めにしといた方がいいですね、特にバスに乗るときは。とりあえずこれでもう無敵ですから、地下鉄と市バス、明日も乗り放題。これがあったんでね、今回はちょっと外側の方からね、鉄道移動でないとちょっと厳しそうなところから攻める形で取ってみたというわけですね。完璧な作戦ではないか。で、何駅行かなかなやったっけ。バスの路線図見てなかった。来た、これでいいのかな。市場変わらましています。いざとなって市場変わらないと出てもいいし。それから行こう。